おはようございます。マスアートです。今日は2020年、4月の4日ですね。土曜日週末です。今日の御言葉に行きます。伝道者の書7章の24節。今あることは遠くて非常に深い。誰がそれを見極めることができよう。伝道者の書7章の24節。はい、人の一生は一本の紐のようなものです。特別なことは何もなかったように見える今日が、何年も先のある日につながっているのです。今日という日を死の前に生きると、それが将来の恵みになります。またこれくらいはと犯した小さな罪がある日大きな結果となって帰ってくるのです。今日の祈り、主よ、私の一生はあなたの御手にあることを信じ恐れます。今日という日を誠実に生きます。はい、今日の御言葉を感謝いたします。素敵な御言葉のカードです。はい、コメントです。はい、ではお祈りいたします。天の父なる神様、今日も一日主と共に、歩むものとなさせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は土曜日週末ですね。マスアートでした。マスアートです。天気がいいですね。皆さん、まあ、新型コロナウイルスで大変ですけど、元気を出して、頑張りましょうね。はい、また明日、See you again. Let's passion please you. はい、マスアートでした。また明日、失礼しました。